はい、放送の YouTube も始まりましたよ。何だと声入,ってる声入ってますよ。じゃあ、キャスも入れまーす。ーなんだとどうやら始まってるみたいだな。ただ、視聴者ゼロということは何を言っても怒られないということだ。はい、さーん。 ぬそういうことだコ。コメントが来ている。<あ>ということは何を言っても怒られないということだ。そういうことだ。何<散>だん今日、仙輩休みか。ま,っそま、あ,あ,あ、待てよ。どういうことんえさかのどういうことってどういうこと <laughs> どういういことだあ、やっぱりリツイートしてない。え<ん>あ、やっぱり俺もリツイートしてない。リツイートしてないやつ、全員ザコ。 はい、急いで。ちょっと待って、おつけ。時間を猶予雑ザコ選手権、猶予は猶予は猶予よ、与えてくれ。もうちょっと待って。もうちょっと待って。ここです。ここです。あ、ここ、ここでふになっちゃったけど、まあいいや。ここです。ここです。あー、ちょっと待ってね。もう待てない。もう待てない。待てない。待てないのか。 お待ちそして LINE アットにもそういえばねなんか LINE アットワンチャン使えなくなる説があるんですよええーね、そうなんですよそうなんだっていうとでも一番困るのって、うん、一番使ってる俺ぐらいだよねまあ俺たまにしか使ってないしなうん解散,、えー、解散ワンゃんね もしかしたら見て。へーへーはうってないよまあそ、そんと時はまあ、使わなかったらいいんじゃない <laughs> 確かにな。ただなんかさ、いきなり使えなくなったらさ、こうん、そこをなんか、主に使ってた人ってなんか、これなくなるじゃん。そんな人いる、うん、いないんじゃないみんなツイッターなんじゃない実はいいいるいるいる結構いる、結構いる。ラインから来る人いるよ。ツイキャスとかいろいろコメント見てみ イルッピイルッピ侍イッピザムライ,イッピーほら LINE 助かりますとかいいなぁほらえー、本日はニコニコ動画と YouTube とツイキャスという、はい、もうなんか、はい、本当に好きなところから見てくださいうんはいそのうちそのうち LINE ライブも <laughs> <laughs> ラインライブまでやれたらちょっとすごいなぁ。やってみてえなぁ。ちょっとやってみてえなぁ。<laughs> ラインライブまで。なんだなんだなんか歌んだなんか歌った今、マしいや、気のせいだ。んなんだいや、なんだっけ、それマジで。なんだっけな,ぁないや、なんかに口笛吹いたらいけないんだよ。ヘビヘビ出る そうヘビヘビおじさんが来るヘビおじさんヘビおじさんが来る結構怖くないヘビだったらまださあ怖いってだけでヘビおじさんの方が結構怖くない怖いななんたヘビおじさんあエロティカだエロティカエロティカですよあエロティカだエロティカ何それだエプコティアああ あすっきりしたわ。すっきり選手権第一位。ああ、もう大好きだ。でもマーシーが悪いよ、本当に。確かに。始まる前に、なんかペプープープーペプーペプーってマーシーが言い出して。うん。そうみんなね、大迷惑になった。もやっとおじさん。もやっとボール。

マーシーが今日ちょっとね、頭痛、まあ、頭痛マーシーらしから。俺さっきのピッコロで笑っただけで痛かったんだけど。ちょっとやばい。そうなの。大丈夫。ちょっと今日は無茶しないようにね。大丈夫。薬飲んだから、効いてくるはずや。効いてきたら言って。あのテンション上げる。効いたよね。早めの。マーシー。たぶらん。たた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 。あ、違いわ、これは。じゃ。あ えー、<ん>ちょっと YouTube にこにこツイキャスでどれぐらいラグがあるのかをチェックしたいと思います。お僕が「浦島坂田線と言ったら「大好きでーす!」って言ってください。「浦島坂田線大好きでーすうーんあ。コメントのね。かそコメントのラグ。あーキャスきた。キャスきたわ。YouTube まだま。あ<ー>3秒4秒ぐらいなキャス YouTube、ね、あーこのままは割といい感じですよ。YouTube、はい 8秒ぐらいやった。押せない変わらず。そう。でもね、画質はまじでいいんだよね。ああ、確かに。ただね、静止画だから何の意味もない。そうだよね。そう。そろそろゲーム実況やらないとね。やりたいやりたいねえ、やろうよ。あのー。そうそうそう。オーバークックだっけ。オーバークックああ、やってたね。最大。ね。あれやらなきゃダメよ、もう。 ね俺、あの時、ちょっと居場所自分の居場所軽くなくなるからさ。どけ邪魔ごめんかあの瞬間、ちょっと自分の居場所が一瞬見失ってしまうからもあれなんか俺、ここにいて良くない感じがするかもみたいな。急に自信がなくなるから。俺もあの時、通話から追い出されたからさ。ああ、孤独な戦いしたね。俺が。 なんかあれ黙っててもこの人働くみたいな寡黙な人みたいにな,なっててさ。寡黙な人になってたな。カモ、ね、おじさんだったな。うん、そういえばね。なんだいジョン。ちょっと最初のもう開幕と同時ぐらいにちょっと喋ってたんやけどさ。うん。うん。今日センラおらんよ。待てよ。いや待て、まだマーシーがちょっと調子が。あーいや。うん、今日はセンラいないのか。 <ん>いないの、ね、と,ということはいないのかということはつまりということはつまりとういうことはつまり普通に悲しい <laughs> あいつがいない <laughs> 浦島坂田戦の月曜日なんて何の価値があるんだろう確かにやめるか、うん、どうもう俺もそう思うよ配信終わるか いや、でも、あいつの亡き、うん、あいつがいなくても、アットラってやついるよ、うん、まだ。ああ<ー>。見てくれないじゃああいついらねえわ。<笑><笑>こいつやばい。こいつ。なんて言うと今。じゃあ、じゃああいついらねえわって言った、こいつ。 <laughs> <laughs> なんだ、ラーがいるのか、じゃあいらねえわ。<laughs> <い>大丈夫だ。やばいけど、好きだな。その、た、その戦いに挑むスタイル好きよ。<laughs> いいでしょう。うん、はい。じゃ、まあ、じゃ、まあ、せんだがいない月曜日ですけども、ちょっと気合い入れながら頑張っていきましょうよ。ええ、じゃ、悪口言うか。うん うん、ちょ一応高齢やからか一応ね、うん、あんまりやりたくないけど確かにあ,かあんまりやりたくない何か,か俺の時はどんな悪口だったんすか身長があんま大きくないとか、うん、あそれ悪口なんだねきび言ってないけどね, <laughs> な,けどねなんだっけな浦、うん、さんの時でもね悪口言わず普通に高齢の浦さんがいないやったーやるぜ楽しいってツッコミが痛い,いの最高とかもう今日は邪魔者いないみたいな感じでやってた邪魔者ってなんで 毎回、いやいや、ダメでしょ、ダメでしょって止めるから、今日ブレーキがないっていう意味でやりたい放題や。なるほどね。そうそうそう。その結果、あんまりまともらず、よく分かんない放送だったわ。ガチの大事だったわ。ガチのちょっといらない人みたいなやつね。そう。いや、ガチでまとまりがなく必要だったねっていうおうじゃあ、悪口言うか。よ、一応ね、あんまりやりたくないけどね、これはもう恒例だから。 ね、じゃあ僕からいいですかどうぞお願いしますえーっとですね何の香水使ってるかわかんねえけどいいニュースんだよな <laughs> えっそれってさなっもしかして背中いないからじゃない違うちょっとどういうこと どういうことだ何だ今のはそれは関係ないのかびっくりしたいやなんかいい匂いするっていうことはセンラがいないからかななるほどね違う違う違うあいつがいいあいつからいい匂いするなって言ってたらうん坂田がいないからおおやばいこれやばいいや浦田さんからいい匂いがするからセンラがいないからあ浦田さんからいい匂いがするんだと思ってセンラで毎回こうほら ウさんがいい匂いがプラスだとするじゃんなるほどねエンデーアレセラの匂いがマイナスだとするじゃんそしたらそこに生まれるのはゼロなわけよ、うん、なんか俺今日いい匂いするなそれってもしかしてえぇそれがいないからだーうわーそれだぁうぇーいやったやった <laughs> 今日いい匂いだ <laughs> <ー> <laughs> マーーシの浦島高田線の月曜日始まるよーよっ !2 ポイントこれで儀式は完了したね。完了したよ日本一日本一じゃ聞いてくださいでも始まる前に聞いてほしいことなんですよ。あの、そろそろ。あれそろそろ。なんだなんだなに今マーシーか。君だけに。 マーシーか。すかまたか。いや、あの、もうそろそろ父の日じゃないですか。そうですね。で、なんか、なんだなんだなんだおい誰だーいなんだいい加減に。大丈夫か大丈夫かどうした大丈夫かなんだなんだ続けるのか。いや、まあ、もうすぐ父の日じゃないですか。はい。で、俺なんか、ひげ剃りかなんかをプレゼントしようかなと思って。ん <laughs> んなでまああの <laughs> プレゼントしようと思っててでちょっと今日ビッグカメラに行って<ん>そのいっぱいさ<お>その、まあ、シェーバーさんあるからんシェーバーあるねマシシェーバーだよディーンあー<笑><笑>なんだ <laughs> それシェーバーなの <laughs> デーンって何 <laughs> シェーバー出した時のドラえもんの音を でまあシェーバーが、まあ、たくさんあったから種類よくわからんなと思ってさその店員さんにねその「これたくさん並んでますけどどう違うんですか?」って言ったらああ、うん、まあとりあえずなんか一番流行ってるのがパナソニックのシェーバーらしくて、うんはあ、なるほどなるほどなるほどと。うん、で聞いてたらなんか右側にいるなって思って、うん、その俺の左に店員さんで俺と店員さんが向かい合って話してたの。 でそしたらなん右側に何か圧があるなと思って振り向いたらよく分からんおじちゃんが立っててさで,、えー、で俺と一緒に何かその店員さんの説明を聞きながらうなずいてたのよおーなんかお<ー>、ね、まあまあ一石二鳥ですよね店員さんからすればそう,そう説明をするは、ね、手間がねただねそしたら「たね、あのあ,あ,あれお父様がご利用になるんですか?」みたいなああ俺まあマスクしてたからちょっと分からなかったんだけど <laughs> <laughs> そしたら、そしたら向こうのおじちゃんが、いや、俺ちげえよとか言い出してさ、なにちげえよってっていうなる、そんなことがありました <laughs> あーあ、あれじゃないあれじゃ、君のお父さんじゃないよってこう。いや、そうだよ、そういうことなんだけど、そういうことなんだけど。お父さんじゃないよって、浦田さんが多分そういう目で見てたから、うん、違うからって。<laughs> いやでも、俺はそうじゃないから。でもさ、すげえ近いのよ、距離。一緒にうなずいてんのよ、俺と一緒に。<ー>なんかいるな、みたいな。怖いな。 いやー東京怖エよ,いよ、ね、本当に。怖エなそれは。うん、まあそれは、実はでもまあまだまともじゃん。んだね、まだまともじゃん。ん俺かいまだまともかいつってんまだまともか、うんいって,いってまだまともだよ、それは。なんかあるほかに。えー 東京の通天閣に居る人とかもっと怖いで。東あなんだお前おい東京タワーってこと東京じゃない、大阪の通天閣はらへんに。びっくりしたわ。びっくりした。ね大阪の通天閣あたりには、俺一回会ってんけど、何見てんだお前って声かけられて。へえ。いや、見てないっすって俺ビビりまくってたら、いや、見てたよねってこう、めっちゃ追ってくるねん。 そしたら、俺とそいつのも東競争がそこから100メートルぐらい始まって。<laughs> 走ったら、なんか追いかけてくる気がするから、ちょっと早歩きしたら、そいつも早歩きでちょっと100メートルぐらいこう鬼ごっこして、怖っていうことあったよ、うん。どこまでが嘘いや、これガチ。ええー。うわぁ。新世界ででもちょっと,ちょっと怖いよな。 本当か、怖えな。いや、今、流行りの、あの、嘘ついて本当にしようとする子供たちの真似かと思ったわ、今。ああ、何それ。何それ。ああ、最近、流行りの。そう、最近。流行りの、流行ってんの、そんなよくないこと。流行りの、そ怖いのが流行りの。嘘松、嘘松ってやつね。そう、嘘松ね。そういうやつ。です。 それを信じてみんながもてはやすやつなそうそうそうあ<ー>だから坂田が、ね、坂田がそこも嘘ついてたかなって時雄素は嘘だなって思ったからさいやでもガチよほんとに <laughs> なんか走ったらガチでこう相手が逆上して逃げたって思われるやんか、うん、あはい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 そっちの意味で走ったあかんって俺の本能が語りかけてたからちょっと早歩きで逃げてん、うん、っていうね、うん、そうそうそしたらちょっと追いかけてきてうん 怖い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 ってなって、振り向かずそのまま打ち続けてたら俺は今やってたって話。で、どこまで怖い？いやだから本当なのに、本当なのに信じてくれないよ。お前のことは信じねえよ。わあこんな時千羅だったら信じてくれたかな。千羅の場合。いや千ちょこの間ださあちょ。

<laughs> <laughs> ちょっと待って動物の中に船内入れんのやめようと <laughs> <laughs> 突然船内入れんのやめようと動物の中に確かにそれおもろいなうんいたわ。今ステールス船内いたよ今すごいなんか大自然やと思ったら船内がうわーってこう <laughs> な <laughs> 突然現れたから <laughs> セルスセンラーですね <laughs> <laughs> セルスセンラーやおったなのステルスさんだえ、うん、なんか、うん、そのさっき浦さんがまあそのちょっとやばい人じゃないけど <laughs> 話しかけられた話あったやんか、うん で、俺はその通天閣でやばい話あって、うん、島君もなんかこういう話あったりすんの確かに。ああ、俺も大阪で住んでた時の話しようか、うん、それがそうだ。あんのや。ええだっ <laughs> <laughs> て。<laughs> いや、なんでもない <laughs> 続けてくださいや大阪す大阪住んでた時にまあマンション住んでたんだけどうんうんえっとまあその一階にエントランスがあってどこに引っかかってんねんあんたマンションにどこに引っかかってんね本当にマンションそこ引ってマンションだマンションだマンションではいすいませんすいませんはいすいませんでそのエントランスでエレベーター待っててでその待ってる間に男の人が乗ってきたうんほう 乗ってきたって男の人が俺のて、うん、うて。じゃあ男の人と一緒かと思って、チーンってこうつエレベーターついて一階に、あ、に。で乗るやん。で男の人も乗ってきた。何だいやいや、なんかいちいち引っかかってる人ってめっちゃもろいと思って。いちいち引っかかんなよ。かかいいるるもう集中できへんやんか。はいはい。 でも、まあ、結局その,、うん、そのマンション住んでて、うん、男の人とエレベーターが一緒になって、うん、で、うん、俺12階に住んでてその人が5階とか6階ぐらいの。<laughs> <laughs>

でまあその男の人とエレベーター一緒になって<え>で,、うん、で俺が12階押してその人が多分5か6ぐらい押したんやけど、うん、ブーンってこう、まあ、上,上上がっていくやん。うん、で無言が続くんやけどなんかその男の人、まあ、俺の後ろからついてきたから俺が奥の方に <laughs>、うん、奥の壁際に立っててでその人が後から入ってきたからそのボタンを押すとこの前に立ってて。なえなんかすいません,<で>ませんちょっといいですかなんか笑ってる人いるんですけど。<laughs> うん いやだもうなんか変わっちゃって全然頭に入ってくる。めっちゃあれどこに積もったんそれ。もうなんか幻聴で裏とかなんかもう疑問的な感じでもう挨拶スつのー聞こえてくる。言ってんねん。言ってんねん。言ってんねん。言ってんはい で、まあ、その俺が壁際で、壁まあ一番、はい、あの、<laughs> 後ろ側で、そのも、乗ってきた人がま、そのドアの部分、<laughs> ドアの方に立ってて、うんうん、で、なんか俺、そのま、男の人の後頭部が見えるわけないけど、はい。うん、そのま、男の人が、なんかちょっとなんか、落ち着きがないような感じがして、うん、はい、はいい。なんかちょっとこう、俺の方見たがってるような。うんうん、で、俺もなんか、こいつ気持ち悪いなと思いながら。うんうん、で、 まあその人が降りる階についてピンってドアが開いてでその人がそのフロアの方に歩いてって何もなかったと思って何もなかったわと思って降りててくれたわと思って怖い人ではなかったなと思ってほんならその人がフロアに降りた瞬間にこっち向いてくるって。 普通はそう、普通はもうエレベーター降りたら、そのまま行けばええん。はい。行けばええんやけど、その人がくるって回ってきて。うん。えと思って、俺も怖いと思って。はいはい。でも俺も怖い,怖いと思ったから、閉じるボタンピッと押してん。うん,うん。うほんなら、そのエレベーターの扉が閉まる瞬間に、うん、その人が、うん、島さんでの、カチャンって言って、<laughs> <laughs> <laughs> もうギリギリの閉まる瞬間ぐらいに、島さんでの時、ピーン <laughs> <laughs> あそ最後まで言えんまま結局閉まってでもで俺12階に着いたんやけど怖いと思った俺も12階たばれるやんか俺が12階に住んでるってまあそうねそそううねだからその後あの11階降りて10階降りてそこから階段でもう12階まで上がるっていううわしんどあでもそれは正解ですねなんなら確かに でしょ確かに。めっちゃ怖かっよおもろかったけど。いやまあもう。ああ。じゃあそですかね。じゃあんすがチャンズで。まあ多分ね、相手はずっと思ってたんやろね。言いようかな、言おうかなって。た多分そうやね。なるほどね。いや、今言っても大丈夫だろう。今、今住んでねんだから、言いたり言っても。10年ぐらい前から。大だけで、その相手がや。相手が。 もうその中のその一緒に乗ってる状態でもうすでに気づいてたけどいや言おう言おうと思っていち恥ずかしい、誓ってたら嫌やなと思って振り向いた瞬間、やっぱそうやと思って島さんってこう声かけた瞬間にバッてしまったんやろねっていう話。島さん,さん、なさんピピちゃんと分かってるね、坂田さん。面白いっすで<ー>ちゃんと話聞いてましたから。うん、で、坂田の嘘 <laughs> いやいや、なんで俺だけ疑われてんのいつまでも。俺のやつめっちゃ話シンプルやったのに。なんだっけ、<laughs> あの、ジェットコースター乗ろうとしたらおじさんが隣に乗ってきたやつだっけ。<laughs> うん。ま、乗ってくることもあるやろうな。うん。何の話だ。<laughs> じゃあそろそろ読みますか。普通オタを。読みましょうええはい。<はい S 2> では、最初の普通オタを、<laughs> 坂田さんお願いします。 任せてくださいねいいよと思ったけどいい、ね、ダウンロードしなかったからちょっと待ってじゃあ僕が読みますお願いします村田さん志麻さん坂田さん<お>そして休みのせんらさんそしてクルーの皆さんこんばんは七瀬と申します、はい、先日「うん、浦坂のコラボ曲が上がりましたねびっくりびっくりいつものさわえん いつもの爽やかなものとは違い大人っぽい雰囲気でとても興奮しましたまるさて話は変わりますがここ最近劇的に気温が上がり夏なのではないかと錯覚してしまう日々が続いてますねまあ暦状っていうかもう夏耐えきれず寝具を上下ともクール仕様に変えましたがまさか5月に出すことになるとは思いませんでしたここで質問ですベベベンベンベベベベンベンベン皆さんが ん何の,何の曲や今あ夏が来たなぁと思う瞬間は何ですか私は入道雲を見つけた時です。<ん>これ嘘だろ、お前。うん、ここまで読んでいただきありがとうございます。<laughs> これからも皆さんの笑顔がずっと続きますように。大海原の航海が終わったら、うん、次は空島の旅ですかねとのことですよ。お<ー>、はい、最後よくわかんないですね。空島編。空島編ら。書いてないことを読んでるやん。書いて、書いてあるわ。 書 <laughs> 書いいいててあるな、ね、<laughs> これは書いてあるこれは書いてあった夏だなと思う瞬間ねうーんえー、なんだろうな周りが半袖になったら外を歩いて汗かいたら <laughs> ああそうね日差しがめっちゃ強かったら、うん、ああそうねうん日が差を差してるつけ始めたらああそうね 日傘を差してる人がいたらああ、そうね。夏なのに、コンビニでスイカバーを見つけたらね。あ、そうね。夏ツアーが始まったらとかはああ、そうね。あとは夏なのになぜか長袖の人を見たらああ、日焼けしたくないから。 そうね。セミが鳴き始めたら。ああ。そうね。浦島シマサタの月曜日が始まったら。365日。そうね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 。それ。そうね。そうね。ああそうね。そうね。う感じですかね。うね。そうね。 はい。あそううねん今日の普通お歌、すごいいい感じに進みますね。確かに。じゃあ次の普通のお便りを、島さん、お願いします。はい。村田さん、島さん、坂田さん、せなさん、クリオさん、こんばんは。なんだみみんがと申します。 <ん>夏ツアー開催アルバムの発売などおめでとうございます<ん>アルバム名がシャッフルまたツアーのタイトルがカジノだったり影ごとが、えー、コンセプトとのことできっといつもと違った皆さんが見れると思うととても楽しみです<ー>いきなりですが<ー>先日公開された「ポーカーフェイス」の中に<ー>クランプが出てきたのでポ<レ><君>ーカーフェイス あま<っ>またポーカーフェイクの中に、えー、トランプが出てきたので気になったのですが皆さんはトランプで一番好きなゲーム遊びは何でしょうか特にない場合はやったことはあるトランプのゲームあげてほしいです最近とても暑くなってきたので体調などに気をつけてこれからも頑張ってください応援しています <laughs>、えー、大海原の旅が終わって次は空島をが終わった辺りはロビンがさらわれますかって書いてあますねあ確かにね <laughs> さらわれちゃうんや。行きたいと言えってところですね。そう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 。ああ、そこか。<laughs> 行きたいと言え。<laughs> 好きなトランプいいい、うん、カードゲーム。<laughs> うん、ええ、トランプか。ええー、むずいな。何だろう。<laughs> 大富豪とか好きやけどね。はい,はい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 。ああ、そうね。いいね。な、うん、あ、のー、ババ抜きとかも案外好き俺。 ああいいね。うん。ババ抜きが一番純粋に楽しくない楽しい。うん。ね。すくだけでいいかな。ライフゴー富ライフゴートババ抜き好き。うん。うん。七並べとかね。ああ、七並べをルールあんまく終わってないんだよね。ああ、そうね。うん。あと、ウノとかね。ウノはトランプに入れていいんじゃなうん。あと、は花札とかね。ああ、花札ね。うん。 ジェンガとかもいいね。ああいいですね。カードゲームでするな。今中和清とか。ユギオとか。うん？なんだ？うん？なんだ？でた。あと10秒で爆発するね。あマーシーのその PPB なやつってさ、臭いとなるんじゃなかったっけ？なんだっけ？えそうなの？じゃなかったいやこれね、でも俺ね、エアコンあのあれなんだっけ？エアコンの。 あの自動洗浄みたいなやつがあるんやけど内部洗浄が終わった音へーあ今切ってるからね俺エアコンその空気エアコンなん空気清浄機じゃなくてうんこれエアコンあそうなんか空気清浄機の前でさ思いっきりおならしたらどうなるんやろなえ色変わるでえ色変わるのやったことあんの変わるよやった やったんかいやっ,やったとか、いや、普通におならしたら、あの、うん、空気の汚れを発見しましたって言われたことある。うわぁ、えー、恥ずかしい恥ずかしいそれで、緑のランプから赤のランプに変わったもん。<ー>緊急じゃん。ん俺 <laughs> 緊急だね。<laughs> 緊急だね。かな,なるほどね緊急ですね。うん、ああ。じゃもしし、ね、もすごいですね。空気清浄機すごいわ。それは偉い、うん、しかも。 この話なんなら多分1年ぐらい前のラジオでも言った記憶あるわ、ね。聞いたことある、うん、な。んで同じ話したの、ね、忘れてたの、ね、やれやれ。やれやれ。気をつけてね。次,次行こう。わかった。はい。じゃあ次のお便りを、坂田さんお願いします。<laughs> はい。えー、皆さんこんばんは。カリンと申します。カリンでいいのか。カリンと申します。はい。はい アルバム発売夏ツアーの発表がありましたね。おめでとうございます。シャッフルはすでに予約済みです。よくやった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 お前はいい子だ。発売日が待ち遠しいです。さて、話は変わりますが、ここで質問です。常に笑いを求めているような4人ですが、面白いと言われるのとかっこいいと言われるのはどちらの方が嬉しいですか気になったので質問させていただきました。最後になりますが、 この大海原を駆け抜け、世界中に夢と希望を与えている浦島坂田さんの皆さんを応援しています。とてもとても大変な後悔だと思いますが、皆さんの力で素敵な後悔を後悔に変えていってください。この後悔が終えたら次は空島編ですね。楽しみにしています。エネル強いですよ。だそうです。ああ。まあ、エネルは強いよね。あ確かに。うん、エネルはね。うん、あの、遊戯がいなかったら勝てなかったもんね、やっぱり。うん、そう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 。うん、で、 あれやろエネルの攻撃食らったセンラーちょうどタバコの火らが欲しかったところへーって倒れるんやサンジ、サンじゃんタバコの火らが欲しかったところへー両児ーってって倒れるんやエネル強かったな今思うと強かったねそっち広いんや <laughs> <laughs> 覇気でも覇気が今ある現状ではどうなんですかね？まあどうなんだろうね。覇気というものがまだ曖昧やった頃やね。もね。あの頃って、うん、今もう覇気あるからな、うんねかうん。もうエネルはもう雑魚と化してるかも。でもあいつ一応さ。うん、マントラが使えるから相手の攻撃をかわそうとする。買わせるよ。一応あれでも見聞色でしょ。ほぼ。 あそうだね。うん。見聞色だね。あうん。名前変えんな。えんまあ、ソニードは。あ、そういうことね。シュとソニードみたいなもんでしょ。そういうこと、そういうことね。一瞬何のことかと思った。名前変えんなって言われて、なんか俺は悪いことしちゃった。一瞬びっくりした。じゃなくてですよ、皆さん。はい。面白いと。 えっ違ったっけそれ前のやつじゃなかったか面白いとかっこいいどっちがいいって話でしょああうん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 まあなんといううんどっちもよねぶっちゃけでもね俺センラやったらどっち答えるかもう俺わかるよどっち <laughs> それは面白いでしょって言うねん、あいつ絶対。うん、いい絶対言うねん。でも、それは面白いでしょって言うでも,でも実際はかっこい,いの方があいつ喜んでるから <laughs> 実際は、ね、<laughs> <laughs> 実際は逆よ <laughs> それは面白いでしょって言うけど、実際はかっこい,いって言われた方が5倍ぐらい嬉しいよ。よ、ね、く言うてやってください、皆さん。はい、かっこいいってね。かっこいいし面白いって言ってあげたらもうあいつ多分喜からあもう。 席にいっよ。口説きの譲渡手段ですね。うんはい、そ,うそうそう、そうあいつそれで落ちるから簡単にフォ,フォーリンラブするからあいつそれで <laughs> <laughs> 言うてやってください。はいまあできればね。かっこいいって言われたいけど、うん、かっこいいことしてない時にかっこいいって言われてもよくわからんから、ちゃんと格好つけた時にかっこいいと言ってほしいですね。 そうね。時と場合やね、面白いことやときは面白いって言ってほしいし、かっこええって思う、かっこつけたときはかっこええって言ってほしいね。それですね。はい、まし。ましもということで。マしは。メーシもメーシも。メーシーもね。メーシガバガメシメシをどうぞ。メーシを。いや。マしのメーシをどうぞ。マシのメーシ ハイ,ライトでどうぞマーシー,、えーー,シーの。じゃあ、じゃあ、マーシーが俺、あの時の話していいなんだどの時だえっと、あれは5年前ぐらいやったかななんかだいぶ昔だなかかで宇宙。宇宙人が結構侵略してきて、うんうん、で、島君が、こう、日本のなんかその自衛隊には任せてられないって言って、うんうん、言ってんねよその宇宙人の。 その UFO に飛び乗って、うん、<laughs> こいつと俺が自爆してこいつを止めるっていうその,あのかっこいいシーン。ああ<ー>、<う>自滅するんや。そう自滅して地球を守ろうとする。<laughs> あのかっこよかったあの5年前のシーン。<laughs> はいはいはい。あのシーンか。じゃ、うん、お願いしますわ。じゃあ俺は略するうちにやるわ。<laughs> <laughs> かあ、こんなところに鳩がいるわ。鳩だこれ。鳩だめっちゃ鳩やこれ。あれ聞いてた話すとちゃうな。俺、地球外生命体が地球を脅かしてなんかもう危機危機やって聞いてないけどな。鳩か。じゃあほっといてもいいか。ああおプッツッ何のか帰ってった。<laughs> 帰ったんかい <laughs> うして地球は平和保たたたれみいな感じなるほどね。まったりしてたな。はい。ありがとうございます。じゃあ次のお便りは私が読みます。お願いします。浦田さん、島さん、坂田さん、千楽さん、クルーの皆さん、こんばんは。未来と過去から来たイルタと言います。質問です。今、アルバムの曲などが発表されていますが、浦島坂田さんの皆さんが自分でメンバーの一人一人。 の曲を作るとしたらいいどんな曲を作りますか答えてくれたら嬉しいですとても暑くなりましたが水分とって気をつけてくださいね大好きです<ん>最後になりますが、はい、このオーナーを駆け抜け世界中に夢と希望を与えている浦島佐方線の皆さんを応援していますとてもとても大変な後悔だとは思いますがまずは、えー、空島編をクリアし次に あの監獄のところに行き、はい。で、あの、なぜか、毒体性がついたルフィに一言お願いします。マゼランのことです。マゼラ毒体性がついたルフィに一言か、うん、ようやったな、うん。あれ、毒体性ついたの強すぎじゃねマジで。まあ、ちょっとそれまでがマゼラン強すぎたからね、逆になるほどね。え、でも、毒体性ついたっていう割になんか。うん <laughs> 変なフグみたいなん食ってルフィ泡吹いてなかった俺大丈夫だとか言ってなかったっけ今いや最近はなんかね3時のお姉ちゃんに吸ってもらってたよフチ <laughs> っ<て>ダメだじゃん確かうんあいつは嘘だ嘘つきだあいつ嘘つきだから一人一人の曲を作るとじゃあどんな曲を作りますかですよ、うん、<laughs> 一人一人の曲ですかうんう じゃあ俺がマーシーに作るから、マーシーはサカタに作ってサカタを俺に作ろう。はい、よかった。マーシーは、うーん、今回のスーパーバニーマンの曲が結構ロックだからな。そうですね。スーパーバニーマン。スーパーヒーローと合体してるやん、それ。そうですね。スーパーバニーマン。なんか一時バラードにめちゃめちゃハマってた時期があるので、なんかピアノ一本の、 バラード曲がを作ります。僕はマシンはい。はい。はい。で、歌詞も心なし。そう。違う。で。歌詞の内容は。あの。自分の大好きな人が。ロボットになってしまうという話ですね。ああ、なんか。すごいな。恋人がいっぱいこうなくなっていく。なんか次の恋人ロボットになるんや。そうなん。すごい。なんや。F. F. なんや。急に。そういう感じです。 面白いヒ、ね、広しみたいな感じや。ああ。ですかね。泣けるやつやな。<laughs> じゃましは？ええー、まあちょっと。クレイジーおっ。それは私の。ああ、すみません。うん。やっぱ名前が坂田は隣の坂田なんで。うん。はい、やっぱその、ご近所の隣の田中さん。 隣隣の隣の田中さんという曲作ろうかなと思ってああ<ー>、うん、あのいつも肉じゃが持ってきてくれるって言う歌一番はあ<ー>あな<ー>ねであったかいんだから味噌<ー>スープみたいな感じになっちゃうってことねそうそうそ,うそ,うそこにつながる感じで、うん、なるほどね、うん、なんかもう朝からひ昼から夜からもずっと肉じゃが持ってくる田中さんっていうことで、うん、ああああったかいんだから噌<ー>そスープってことですねそうですね味噌スープ 隣の隣の田中さん。作曲を隣さんってことね。隣さんですね、つまりは。なるほど。<coughs> <coughs> うん。うん。じゃあ、俺、浦田さんに作曲しようかな。お、気になるな。おたさん、おたさん、お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 、 自分のことんってつけるがポイントですね。ちょっと大丈夫かな。<laughs> <coughs> はい。はい。で、はい、そんな感じで。はい。せんなでじゃあ1曲作ろうよ。せんなもんのな、胸毛。胸毛。胸毛が日々自分の心を侵食していく歌にしようよ。 なんかそれなかったっけあった気がすんな。あったよ。あったよ。ほら、浦島坂戦の。えっとね。ああ、マリモの話マリモがローが。それ。ってやつね長い。割とマジで長い。ややつそうだ。俺がマリモになった時や。懐かしい。今日はどうなってたっけあの時。侵食されてましたっけ されてた気がてあでも新食されてたかも。されてたわ。されてたしちゃった気がしますね。うん、なんか俺のマリモに侵食されてた気がするんやけど。ああ、合体したんかなかな覚えてないな。覚えてないですね。かしない人たちな。うん、俺やな。確かになかったね。うん、あれ、ね、あれ結構悪口やんな、特徴が薄いとか。<laughs> <ー> <laughs> まあね、作ったやつが悪い,ああい,いです。作ったやつが悪意がやっぱあっ,たかなっい悪いが悪かがはい。というわけで、イラストコーナーいきます。はい。はじゃあ最初のイラストは僕が読みます。はい。お願いします、はいえー。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、クルーの皆さん、こんばんは。眠り茶草と申します。 初めてイラストを送らせていただくので、ドキがムネムネしてます、うんうん。今回はシャッフルのイラストを描かせていただきました。普段イラストとか描かないんですけど、頑張っちゃいました。もうすぐ夏ツアーが始まりますね。<前>今でも熱中症になるぐらい暑いのに、うん、夏はもっと暑そうですね。浦島シマサカの皆様も体調にはお気をつけて、夏は最後まで走り抜けちゃってください t h a k y o u t h a n k you! <Thank> you. なるほどね。 うまいっすね。素晴いかわいらしい。かわいらしい。デフォルメキャラクターね。ねかわいいっすね、うん。そっか。走り抜けるか。走り抜けるよ、ね。ね、ちゃんと抜けなきゃダメですよ、皆さん。確かに。で誰一人ね、今年の目標は、あれですからね。誰一人あの、脱落者なしで、<laughs> へねあの、駆け抜けることですからね。あ<ー>うん、そう、脱落者なしで。脱落者なしで。 そう、体調も崩さず。そうですね。最後までね。うん。もうちょにもならない。いや、怖えな。ちょっと怖くなってくるな。いや、夏は始まる前に一回風邪引きて。わかる。いや、わかる。一回わかる。一回ワンクッション挟みたいにわかるわ。わかる。ワンクッション風邪引いて、完全な状態にしていいみたいわ。わかるな、それは。もしかしたらさ、こう、スパン的にさ、次来るんが7月とか8月ぐらいだったらやばい。わかる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 。そうやな。いや、一回回復して。 わざと弾こうかな,な裸で寝ようかな <laughs> <laughs> でもさほんまに引きたいと思う時に引けだん気がすんねんな引けるもんなんですかねせやねんな,そうなんだ絶対さその明日受験とかでさもう絶対休みたい時とかさ、うん、受験いや受験休んだらや休む。 受験じゃない普通テ,テストとかテストとかそれぐらいの <laughs> はいはいそしたら後から受け入れるからちょっと伸ばしてくれてその間に勉強したろうみたいな感じでさ風邪ひこうかなって思った時やるったけど全く元気やったもん俺あ元気や行こうって <laughs> <laughs> う普通にあるな <laughs> そう次の日ねそうなんですよいやまあでもね、えー、俺この,この間鼻めちゃめちゃ鼻声だった時は1週間ぐらい治んなかった 長かったね。風邪って意外と引っ張るからね。だからさ、その夏ツアー前によっしゃ、引いたって思っても、あれ、全然治んなくねみたいななるから。そうね。そう、マジであれ怖いよ。鼻は特に治んねえからな、なぜか。そう。鼻声ってどうやって治んのあれ。ああ、薬飲んでも治んないもんな。治らないものな気がする。うん。でうね いやー、夏、二十、二十公演ですね。そうですね。やべえよ。僕は二十三公演です。楽しい。おお。楽しい。そうや、今日、村さん、あの、ワンマン発表おめでとうございます。えへへへへ。俺、配信聞いてたわ、一応。何嘘だな。最初から最後まで聞いてたよ。嘘つくな。ほんとだわ。 なんて言ダメだししてダメだしもうちょっともうちょっとここで宣伝すればよかったのにんか最後あっさり終わったなとかいやあっさりすぎたよむしろ最初の5分ぐらいで最初の分ぐらいでも終わりかけてたやろそうだよあれや5分ぐら緊張してたんちゃんえ緊張してた実は緊張してたほらわかるわあんまんの発表で緊張するやあれ緊張するマジで緊張するわかるわかる緊張してた終わりとなるわそうだね 緊張してたな、うん、一瞬で終わった、うん <laughs> うん。一瞬で終わったんだろうね。でも引っ張りすぎて終わった。引っ張りすぎてもあれかなと思って。まあね、それはそうですね。風呂にも入りたかったしね。確かに確かにおお。風呂が。風呂が。ね、長い。長い,長い。割と。うん、あの、お母<ジ>さん、ん23個頑張っていただいてたね。 みんなあのあれですねあのゲストには出さないからよろしくお願いしますね <laughs> おーあらかじめ言うとくタイプ <laughs> 宣,言宣言していくタイプで言っておくタイプねあんいや出しても、うん、出してもシークレット出してもシークレットオッ,オッケーオッケー。出してもシクレット出してもシークレット出してもシレットああ。レット出してもシークレットだって、うん、何言ってんだもでも浦さん、うん、前のワンマン一人やったやんやな全部去年は一人 おととしかなああっ違うもっともっと前だえっとね3年前か3年前そううん3年前三4年前が4人出ててそうみんなに言われたよねあの たの、なんかこう楽しんでもらおうと思ってシークレットで出したら、あのそう,そう、ボロクソに言われた、ね。暴露クソに言われた。かわいそう。本当に。<の>シークレットを許さないまんやからな。許さないまん,、ねうん。その結果。この界隈はシークレットがなくなるっていう。そう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 。<laughs> そうそう。怒られるからね。そうなんですよ。みんなが、みんなが、俺らの首を絞めていったからな、それは。ビビってたかもんな。あ,あ、今回は。 一人だいや一人じゃねえ。や舞台上結構いるわ、今回。いや、みんながいるよ。な、コタヌキがいるよ。何コタヌキがいるじゃないか。お、多分舞台まで上がってくるわ。やだな、やば。やだな。ボードをひやつ。も歌うって。めちゃめちゃやだな。わも、私もって、くる。私が歌うわって。パンチ。私がコーラスするわって。上がってきたやつパンチするわ。 ははハハ公園即中時代は怖いよ一発ようやろうな。で、殴ったって言われるな。言われるよ。なぜか私がうん、そうやな。この絵見るとよくよく見ると山田のちゃいんだね、愛い。ね、なんかスタンプみたいになってないですかね風呂敷みたいな山田なんだサンダル サンダルにサンダルに見えるさ。おあちよお金か。サンダルに見える。遠目から見たらサンダルに見える。ああ、でもいいデザインだね。出すか。サンダルに見える。あの、いや、普通にお金のサンダルみたいな感じで。サンダルに見えるお金っていいな。お金に見えるサンダルって逆でしょ。サンダルに見えるお金、そういうことか。そういうことか。俺、黒板ケージかと思ったわ、これ。逆でしょ、逆。見えてるうん。なるほど。じゃ

あ、B ね。はい。うん。あ、オッケーオッケーオッケーオッケかった。ふうふ。これでみんな元に戻るだろう。大丈夫ですか。どうですか。どうだ戻。戻った？あ、戻った戻った戻った。やっぱな。よかったー。ふう,ふふうふ。ふうふ。いい。二枚二枚目いきますか。 言きましょうかお願いしじゃあ読みます,いますはい浦。浦田さん浦田さん島さん佐賀田さん千羅さんそしてクルーの皆さんこんばんは大福と申しますいつもラジオを楽しく拝聴しております、うん、今回は合戦のファンアートを、えー、描かせていただきましたイイライブで目いっぱい明るい会場で旗を揺らしながら歌う合戦とても素敵でした話は変わってもう夏の気温になってきましたねそこで、うん、みや皆さんにお聞きしたいのですが 浦島坂田んの皆さんは女の子の水着はどのようなものがお好きですか答えていただけると嬉しいですおお先週にアルバムの詳細も出てベッドインするのが楽しみで仕方ありませんえっベッドインするのが楽しみで仕方ありませんってこいつめっちゃエッチやな <laughs> どういうこと <laughs> ベッドじゃないからベッドじゃないからそうベッドって書いてるからめっちゃエッチやんベッドなら大丈夫ベッドな,る誰とする気なんこいつベッドベッドじゃないからはい、うん え季節の境目で、えっと、体調崩しやすい時期になりますが。どうか、お体にお気をつ付ください。えここ、ん、ここ、これ、こ、こ、ここ。ここ、ここ、これからも。ここ、こ、れからも応援しています。大好きです。ここ、ここ、これからも。にょ、にょ、これ。にょっとのことです。はい。ありがとうございます。うん。いいですね。こういうイラスト。いいですね。なんか趣、趣があるっていうこと、なんか、なんだろう、この。 なんかさ、あの、色塗りはしてないわけじゃないけど、この、こういう感じ好き。なんかこのテイスト。おしゃれよね。なんか味があるよね。趣があるというか。風情がある。風情ある。レトロ、レトロ、レトロか和な感じ和な感じですね。確かに。みんなもこういうの書いて、もっと。おー、難しい注文やな。なんか版画みたいでいいっすよね、これ。 1>, 1日1イラストって書いてたらさ、1年後にめちゃめちゃ上手くなってるかもしれないもんね。わあ、確かにそあ。それ見てみたいな。うん、特に10代の子って、なんかまあ吸収率があったり、吸収力があったりするじゃないですか。そね、確,か確かに。部活だったりに。20代の人ももちろんだけど、うん、なんか早めに早めに始めていけば、どん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 ね、将来最強になるかもしれない。うん、そうね、やりたいことはもう早めに手をつけていくという感じですね。うん、なので、 誰か始めてみてください。一日一。一、はい、日一。一日一。やってほしい。そうですね。でも一年間で絶対すごくなるよな。ちゃんと書いてた。まあそりゃそうでしょう。うん、365枚仕上がるわけですからね。うんうん、俺のおはようツイートも,も365日目にはもうやばいことになってるからね。多分,多分やばいやろね。<laughs> うん、おはようございます。極めに入ってるやろね。極め,極めてる多分。うん 極めて多分もう多分おとかでも全部伝わってくるかもしれないよ。おすみたいな感じで。もおだけだんだん短くなってくるでしょ。もう俺のおはようが。だけとか。やってみたいな。1年後が楽しみということで。えそうっすね。ぜひチャレンジしてください。はい。いいね。巻き込むぜ、恋は。 戦争みんな振り付けは覚えてるうん、なんとなく。なんか音楽なり出すと思い出すんだけど。多分ね、音楽なり出したらみんな多分条件反射でクルシュシュって多分やるよ。そうそうそう、やり出すんだよね。シュシュクルシュってやるもんやるね。シュクルシュ。あれすごい人はなんか、なんだろう、お客さんもできたりするんだよね。いやー、できてる人いましたよ。やってる人多かったで結構。すごいよね。すごいなって思ったもん。 あの、うん、あれ伝えてたっけあのさ巻き込むぜ恋は戦争って戦争でさ手ドンドンって上に上げるじゃん、うん、その前に、うん、あの指でハートを作ってるんだよねっていうのって話したことあるっけ話しましたね話したかよかったよかった、うん、きっと今聞いた人もいるはずはい全公演では言ってなかったと思うけど何、うん、か,かの公演で言ってたわそう恋はっていうその公演の時にハート指ハートを作ってるんですよね実は覚えてください、はい その時ね、ちょうど僕らの手とね合わせてやったら出来上がりになります。おぉ。何かが。何かが出来る。何だ何だうん。まあ、よくわかんないけどな。次行くか。うん。じゃあ、3枚目を。シーマーさん、お願いします。はい。ソウルブラザーズ。ソウルブラザーズです。はい。えー、浦田なきさん、シマさん、サ田トさん、センラさん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。あさけまると申します。アサケ水ル。あとで答えようん。 えひきフェス2019のポスターを見た瞬間 <laughs> 自分の中に何かが降りてきたので <laughs> ファンタジー風にステンドグラスイラストを描いてみました<お>あちこちにいろいろな要素を詰め込んだのでぜひ、うん、探してみてください<お>、えー、皆様のこれ何ていうもの海地か海,海地でいいのどこだよしじ、ね、ぜひ探して海地か海に色で<海><何>初めて見た 海地に幸多からんことをかけながら願っております。ヒキフェスナッツーなどなどお体に気をつけて頑張ってください。いや。ああ、もしかしたら海地かもしれへんな。海地海地朝も昼も夜も夜もうん。エルモ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 ーエルモ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 

あ確かにねむずいなあれむずいよでもしまくん器用やからできそうやわやってみてやったことないんだどうなるだろはははははそんな俺不器用なマシン初めて見た嘘んマジで <laughs> やばい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  <laughs> いやむずいでしょ。ドナルドどうやってるんだろう。あれ意外と難しいね。なんか汚いわ。なんか食ってるみたいやなんか。マーシーが一日一ドナルドを投稿していけば。ああ、一年後にはもしかしたらっていうね。めちゃめちゃ今から。ああ、なるほどね。本気超えてるから。本気超えんな。本気超えんな。なるほど。はい。ああ、いいっすね。俺らの引きプフェスバージョン。でももうすぐよ。 フェスも,もうすぐですね。うん、そうですね。浦島坂田線の歌う曲を、じゃ、あ今から言うね、一つずつ。あ、やめよー。<お> <laughs> やめよー。やめるかー。やめてーやめ楽。楽しみながっちゃう、楽しみ。実は一曲も歌わなくて、あの、ずっと喋るっていうのが、ね。なんでやね。<laughs> <laughs> トーク、即オンリー。はい、というわけでね、僕らが呼ばれましたよ。 はい、今からみんなで抽選でくじ引きしますイェーイイイースタンドスタンド何とかの200番イェーイってあいないかいないかいないんだいないパターンやばいなフェスでいきなり話し始めたら怖いな怖いな ドーンって多分さまあ、前回ってさそのめちゃめちゃちょっとかっこいい感じにさ紹介してもらってボーンって出てきてねああ出てきたな、ね、今回も多分かっこいいのが出た後に俺らが「うん、はいどうもー <laughs> <laughs> え歌わんのかい言うてね」<laughs> みたいな感じで <laughs>、はい「浦島坂田戦ですが」<laughs> っていう感じで始まるなるほどね、うん、楽しみにしててくださいめちゃめちゃ盛り上げて多分浦島坂田戦 大好きになりますおお頑張りましょう。頑張りましょう。お待たせいただけるようにね。えっと、女の子の水着はどのようなものが好きですかどのことですよ、さっきの。おお。ああ。そうだな。俺はまあシンプルなやつが好きやけどね。なんか普通のあのビキニみたいな。まず俺、水着の種類をあんま知らんねんな。ビキニと。なんだ ああそうなんだ。ああ、うん。子供っぽいやつ、うん、そうそう。水着の種類るしゃんねんな俺。ああもう普通に上と下で分かれてるシンプルなやつがよ。うん、ああ。俺めっちゃ調べいだら出てきてんけど。シロいパールは。あわ。バンドゥー、バンドゥー、ビキニ、ツイストバンドゥー、ビキニ、ブイワイヤー、バンドゥー、リボン、ビキニ、三角ビキニ。 マイクロビキニ、ブラジリアンビキニ、<laughs> タイサイドビキニ、ガンビキニ、ボー,スボーイレック、ローライズ、モノ、モノキニ、タンキニ、ホルターネック、いや多いなめちゃくちゃのこのホルターネックいいな俺好きアノ。あ、いいですね。えうん、クロスホルタービキニじゃなくてああ、そっちもいい。 黒色イスアありありありあこのオフショルダービキニとかこういうフリフリりがついてるの嫌や,や俺あーなるほどねわかりましたあお安いえわって眼帯ビキニエロすぎでしょこれやばいよなこれなえー、こんなんポロリやんポロリポロリンゃですよこんなんあ<ー>やばいっすねこん<の>な自分がいいなと思うものつけていったらこのさ <laughs> はい、このイラストのさ、上の丸のところに俺らが描いたやつが、はい、あ入ってるよ。ど<れ>えサ坂田の頭とかにもなんか気持ち悪いやついない。えね<え>気持ち悪いおっさんみたいな犬。えおっさん丸いやつ。花びらのようなおっさケンちゃんに言うてんのか俺の<っ>見てみ拡大して拡大おっさん,おん。おお。 ケンちゃんじゃないやこれしかも。変なおっさんいるよね。<laughs> 生きろって言ってくるなな。生きろって言ってくる犬や。れ変なおっさんいるわ。お前おっさんや。俺も狸いるもん。拡大マーシー。難しいから自分でやってみていっかい。マーシーとセンラはいない。いない。うん サカトナ坂ニのモウス。カトナズニキモウス。サカトナズニキモウス。サカトナズニキモウおっさんいますね、これ確かに。すげえ凝ってる。凝ってんな。変なおっさんいんじゃ。ん水着は、え、じゃあビキニで。おうんアンパイ取りました。ビキニが普通ですね。普通やな。普通ですね。はい。はい。ということで、最後のイラストを。 はい、じゃあこれは今回は坂戸さんに最後お願いします。了解でーす。はい。了解でーす。はい。了解です。はい。石平。えーっと浦島坂田線の違うわ。 村田さん、島さん、さ坂田さん、千田さん、そして、<laughs> 黒目さん、こんばんははい。いや、キツネヤドと申します。ン。遅くなりましたが、シリー発売、夏ツアー開催決定、おめでとうございますい話は変わりますが、夏ツアーのカジノをテーマとした案は、千田さんの案だと聞きましたが、他の三人はどのような案を出されてたんですかおい。よければ教えてくださいおい。あ、千田さんナイスチョイスです イラストは新曲のポーカーフェイクを書かせてできました<い>最近 iPod の反応が悪く指や指圧を強くして書いてるので摩擦で指が燃えそうでした <laughs> 最後になりますが皆さんはお体には気をつけてくださいこれからも命がけで応援します大好きです命がけなんだねはいちなみにこれカジを案したの俺じゃねあな何でもねえやおお<ー> <laughs> <laughs>

この人がじゃあ考えたことにしようみたいなね。ああ<ー>、うん、なるほどね。そんな感じで。そんな感じしてたよな。うん、してなかったよな。よくわからん。もう。<laughs> <俺>まあでも、なんか適当な話でさ。うん、例えば、こう、日常の会話的に、カジノとかインジじねって言って、おお、いいね。それでやっていこうや。みたいな感じで、ぼってこう決まったりしていくれね。うん、そうね。いや、ぼってなんだろう。うん。確かに。もう。もう、この中に石がある。うん

ゾウタロなったわ。よれよれ、溺れるところだったぜ。フ <laughs> <laughs> はい。あの船のな、落とされて、あの渦に行くところな。そう,そう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 。<の>ストーフィンゴーをってやつね。そう。に、お兄ちゃん<笑><笑>って出てくるんね。あの三分の、三分のやつな。そう,そう。三分見てないから。僕は今5分ですね、5分。お最近ね、マーシー。うん。裏っぴが。 すげえ、徐々にハマってくれてて。へえ。で、ちょっと面白いって言ってくれてるから、しまっぴも読もうよ。しまっぴ。うん。なんか、長いよね、だいぶ。シリーズというか。シリーズめっちゃないあれ。めっちゃあるけど、一部一部で完結ちゃんとしてるから、読めるの。あ、そうなんや。途中からでも。つながってはないのつながってない。あ、つながってる。4、5はつながってるから、特に。超つながってるけど、まてるでも、つながって知らなくても見れる感じ。 へえ。つながってるけどね、一応。まあ、暇やったとき見てください。漫画派漫画派漫画の方が早い。漫画の方が早い。でもね、アニメの方がね、ぶっちゃけハマりやすいかもしれへん。それやったら、術の奇妙な冒険の第3部のアニメから入ることをおすすめする。なるほど。マーシーってさ、ナルトアニメから見てなかった だってあの忍耐力あったらすごいで。ナルトのアニメを最初から最後まで見る忍耐力って半端ないで、マジで。見終わった無理、無理、無理。見終わった、見終わった。え、すごいマジでそれ、それ神やで、マジで。ねアニメオリジナルとかもあるからさ、あれ。そう、もうぶっちゃけね、見てらんないってなるシーンいっぱいあるぐらいなんだよ、ぶっちゃけ。すごいわ。いや、でも面白かったな、ナルト、普通に。すげえ。 最後らへんのじゃあ、忍びとは耐えて忍ぶのと書いて、忍びだみたいな感じのことを言ってたけどさ、ジライヤが。シモくん、忍びやわ。忍びになった。ボルトも見てんの耐えて忍んだな。ボルトも見てる。あ、でもね、最近のボルト見てないけど、あの映画らへんの。あ、では見てない。はいはいはい。90ワグラムだよね、あるいは。あるあるある。すごいな。 うん、耐えてるわ。耐えてますね。す頼りさんも見たわ、頼りさん。俺もそれ見れたらぶっちゃけもす全ての苦情全部たぶん耐えれる気がするわ。郵便局。マジであれ。はい、マジたぶんありやわ。んあの拷問しても仲間の居場所を破かんぐらいの認定 <laughs> <laughs> マジ。いや、本当にすごい。すげえわ。石方さんやんいや、本んに。いや、じゃなに。いわえっ、ー、と誰いっけ 近藤さんやそう、近藤さんやな近藤さんタイプすごいなすごい、うん、いやマジですごい <laughs> というわけで、まあ、全部ね呼び終わりました、ね、たはい、うん、気になるジョジョ5部いかがでしたでしょうか最近ねチョコラータとねせっこの部分やってるんでぜひみんなで見ましょう 今、あの、うん、プロシュートが終わって。あ、そこまで行ったんや。あのー、あいつ、なんか、ベイビーなんとかっていう能力がベイビーフェイスね。そう,そうそう。ベイビーフェイスね。のとこです、ね、メロネーネってやつね。そこらへん、ね。あ、ベイビーフェイスってなおっさんへんな、テンション高いおっさんやろ。<laughs> ああ、そう、ベイビーフェイスを使ってるやつはメローネっていうテンション高いおっさん。ああ、それアニメかなアニメじゃないよ。なんかに見たの、俺それ。<ー>うん、テンション高いおっさん、もしかしたらメローネじゃなくて、あいつかもしれへんな。スケートもってたやつ。 ギター持ってなかったっけジェック。ギター4部だね <laughs>。4部か。しびれたろうってやつでしょ。うっとりって。4部、やべえな、俺なんかすげえ速さで読んでるから、どこだったの<ー>みたいになってた。忘れちゃったはい。まあまあ、ぜひぜひ。はい。というわけで、えー、じゃあ、終わりですか終わりですね。早い。終わりました。早いと思ったら70分やってたわ。 いや割とやってるよ。やってたな。うん。イラストはってイラストに触れてああ、いつもなんかたまに触れないときあるからさ、すごいね。やべえ、やべえ、やべえ、ほんとだ、俺を普通に見て、おおで終わっちゃった。そう、あの、おお、いいじゃん。いいじゃんって言って終わるときある。申し訳ないっす。そういう感じだったよ。忘れてましたね。だから、素直な、素直な、いいじゃんってやつで、いい、いいになっちゃったんでね。あこのカードいいっすね。ね。 山宙に浮いてるし、何枚気な顔してるし。ねカードのねなんかあ後ろが赤やったり緑やったり、おしゃれやな。しかもこれ、あれか。ちゃんとポーカーフェイクの衣装だし。<coughs> せほんまや。こういうネクタイかわいい。ネクタイ、ネクタイっていうのかな、これって。分かかわかんない。超リボンリボンか。<coughs> うん、こういうリボン可愛いいよな。うん 大人な雰囲気も持ちつつ、ちょっと少年らしさっていうかそういう部分もあり。うんそうっすね。うん。いいですね。いいですね。山田の今日は衣装着てないね、今回。まあ、こいついつも裸やからな。でもこいつあれやん。俺ら一枚ずつしか持てないねこいつ四つの能力持ってるぞ。ほんとだ。だからドや顔ないやこいつ一番強いやつだ。一番強いタイプの。 いいっすね。いや、かっこいいね、顔も。ね、かっこいい。素晴らしい。いてさあ、はい。すべての、すべての。プログラムがプログラムが終了いたしました。はい。いかがでしたでしょうか楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。誰だま、次回は。 6月、うん、10日か。10日。6月10日か。17ぐらいにまたちょっとあれだよね。アルバムのお話があるよね。<お>ちょっと。<お>確か17ぐらいにあります。うん、はい、うん。嘘だったらごめんなさい。うん、嘘だったらその前後で。はい。ごめんね。てかもうあれじゃん。17になってたらさ、もう。はあ すぐよ、もうその10日後には CD 発売してるってやばくね。やべやべ、もうやんか。もう休め、ね、もうもう来る。休む暇なく来る。いや、めちゃめちゃ予約もしてもらっててやばいですね。そうすね、盛り上がってますね。早あいてほおい、みんなに早く聞いてもう聞いて、もう今からいて今いて今いてうん、流そう。クレイジーーニー俺のやつだ。

はしがバージョンのやつです。ぜひぜひね、聞いてほしいですね。そんなあなたたちはナンバーワンがあるですよ。というわけで、おい終わりますか。おい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  たぬきとしの顔<ん>ソニー <laughs> <顔>ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。提供強す,強すぎやろ次回も絶対見てくれよな。<laughs> 絶対見てくれよな。<laughs> 俺も俺も,見たいぜー俺も聞きたいぜ。バイバーイ。